あえてコラボとつまちでしょうか、煽ろうぜなんか尺じゃん、こっちからかけるの尺じゃん。なんかさ、向こうからかけてほしいじゃん。どんな感じになるのかちょっと様子見ようぜ。面白いから。俺別にだっていつでも撮れるもん、ぶっちゃけた話するなら余裕で撮れますよ。そんなに難しくない。マイクってこれで合ってんのかな。あこれで合ってるね。いやリスマンね、正直言うとあのジャガイモ王子とかよりも多分後半来るヨッサンと戦うことになると思うんだよ。だからね、あのジャガイモ王子は多分すげー撮りたいはずなんだよ今日。すげー撮りたいはずだけど多分ね、あの撮れないと思うよ。撮れないと思う。はい、頑張りますよ。頑張ります、あの正直そこまでね、あの落ちてないですよ。はい、ワード2、バタフライテールさんいらっしゃい。音聞こえるでしょ、大丈夫でしょ。探偵ファイルジャガイモ王子検索。乾杯さんいらっしゃい。なんかあったの。え、何、いわくつきの配信者なの結構、見に行ったのに。うん、何が、ごめんごめん、コラボかけたい人いたら全然かけてくれていいですよ。全然話しましょう。珍しいよ結構コラボ枠やってんの。俺のコラボ枠は結構レア枠ですよ。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、乾杯さんフォローありがとう。詐欺師なの。寸尺詐欺ってなんだろう。何、寸尺詐欺って何、何それ、寸尺ってなんだろう、どういう詐欺だ。悪いやつなんだ。へえ。でもさ、若手の配信者はさ、リスワン取りたいわけよ。1万円ってでかいよ。俺も毎月毎月取ってるけど、やっぱねそこは譲れないもん。欲しいなって。それさ、アイラとかみたいにさ稼げるようになってきたらさ全然いらないかもしれないけど、俺はねやっぱそこは貪欲に取りに行くのが配信者だと思ってるね。そこなんか閲覧とかにこだわらなくなったりとかしたらやっぱダメなんだよ。貪欲でいいよ、貪欲で。ジャガイモ王子35歳、若くない。え、ジャガイモ王子って俺の上なんだ、3個上なんだ。俺が今32だから今年3つ上なんだね。知らんかったわ。ちょっとジャガイモ王子詐欺師っぽい。そうなの。まあでもホームレスなんだよ今。32だね俺。もっと老けて見える。もっと老けてる。いくつぐらいに見えるんだろうね。寸尺詐欺とは代表的な詐欺の一つで、人の善意につけ込み少額の現金を借りるふりして騙し取る行為。ああ、借りる借りるって言って3000円とか5000円とか借りて、でそのまま借りパクするみたいな感じか。ああ、小物だろそれ。小物すぎるだろ。俺は32だね。でもまあ頑張ってるぞ、もう結核だとかさ、もうプライベート晒しまくってるわけだ。いいんじゃないの。歌舞伎町行こうかな、どうしようかな。
寒いんだよな、結構。厚着していかないとな。乗ってる車も誰の車？親の車とかなんじゃないの？多分。20代に見えないでしょ。さすがに言い過ぎでしょ。俺が20代は無理あるぜ。うん。アキラ XD さんありがとう。もう、お世辞でも嬉しいですよ。さすがに20代って言われたことないよ。ここの数年ね。裕次郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。風船100個ありがとう。ありがとう。やさこいさんありがとう。とりあえず腹減ったから飯食いに行きたいな。そば。そば。そばとカツ丼食いたいから、ラーメンにしようかな。どうしようかな。前の仕事の車かもしれない。それって完全に横領でしょ。大丈夫なの？大丈夫なの？それって完全に横領でしょ。何？結構アンチ多い人なの？この人。なんかすごいよね。うん。おお、シギさん、久しぶりじゃん。元気でした？おお、久しぶり。元気？あ、誰かコラボ上がった。もしもし。何、誰か呪い殺してほしい人いるの？誰か呪い殺してほしい人ですか？呪い殺してあげるよ。簡単だよ、そんなの。はい。憎たらしいやついたら呪い殺してやるよ。不動明の信号は怖いぞ。個人的な恨みでこの野郎本当に憎たらしいなっていうのがいたら、まあ。今不動明王の信号は怖いよ。不動明王だ、これ。不動明王ってわかるでしょ。不動明王わかります。俺の守護神、念力物は大日如来だから、はい、まあ、大日如来の信号しか唱えんけどね、俺はね。はい。オンアミランケンバーザラダトバン、オンアミランケンバーザラダトバン。すごいね、これね。ハモっていいね、これ。不動明王の信号。総理だ。すいません、私、魔道というんですけれども。まあ、しょうがないよ、この世の中はね。汚れ切っているから。購入信号でも唱えるから。はい、そっちでもいいけど、変えようか、じゃあ。でもなんか、呪文を唱えてほしいっていうかです。呪文を唱えてほしい。いや、僕が求めてるのはそういうことではない。私は権力はいりません。ちょっともうすでにだから、はい、預言者だから権力なんかいらない。神の使いに権力など必要ない。権力と戦うのか。はい。はい。すいません、ありがとうございました。しょうもない。しょうもない奴らが多すぎるから今、不動明王によって蹴散らしてやろう。もうなんだかわかんねえな、全然。うん。はい。どういうことなの？全然意味がわかんないんだけど。全然意味わかんないでしょ。なんだこれ。夢に出るよ。うん。シゲさん、ごめんね。体調悪かったんだ。なるほど、なるほど。なるほどね。何だったんだろう。もう一回言ってみよう。いや、リクエスト来ないでしょ。何だったの？なんか、私は預言者だとかさ。なんか、ハンニャーハーラーミーターってずっとね。新感覚。いや、なんだこれって。コラボでも何でもねえよ。自爆でやれって話でしょ。
字幕でやってくれよっていうね。録音テープなのかな？録音テープだとしてもなんでこれを流してるんだっていうね。閲覧減らされたね。罠だったね。これあれでしょ？じゃがいも王子の罠でしょ？ 呪文の BGM みたいなのやばかった。あれ、はにゃはらみたーつってずっと流れてて。アンコールいらねえわ。新感覚だね。そんなコラボだよね。夢に出る。女子受け最悪に悪いかんな。女子受けが最悪に悪かったかんね。女の子にキレキレって言われるのなかなかないかんね。笑うわ、こんなの。罠だよ。トラップだよ、トラップ。じゃがいも王子の死角だよ、あれ。なかなか手の込んだ配信者だな。トラップに引っかかって閲覧減っちゃったかも。一番最悪のコラボ。多分ね、ニコ生からもう3年と8ヶ月生主やってるけど、今までで最低のコラボだね。誠実に向き合おうとしてた和道が良かった。いや、俺は一応やっぱね、礼儀とかね、そういう出会いとか大事にしたい方だから、どんな人でも何があるか分かんないからね、面白い出会いだったりする可能性もあるわけだ。もしかしたら浅井さんみたいにめっちゃ面白い人かもしれないから、そこは拾いに行きますよ、僕は。そうそうそう。出会いが全てだから、やっぱり人は。出会いが全てですよ。歌舞伎町行くか、あずはこれから。充電がね、もう少しでたまるから、どうしようかな。この枠30分で切って、その後あれするわ、俺。なんだ、行くわ、歌舞伎町へ。大遊戯場歌舞伎町へ。パンチングマシーン久々にやってみる？パンチングマシーン。あまり東京行かないけど、ちょっと落書き多すぎて毎回驚く。何しに？飯食おうかなとか思って、腹減ってるんだよね。そうそう、大遊戯場、歌舞伎町。そう、椎名林檎のね、歌ですよ。大遊戯場歌舞伎町。ねえ。お、バカプレゼントありがとう、カズさん。いらっしゃい。いらっしゃいでーす。お、和骨でーす。ユウさんいらっしゃい。お、ミシェルさんいらっしゃい。牛島くん、みんな言うんだけど、丸眼鏡だけのイメージだと思うんだよな。山田孝之と全然顔違うんだけど。山田孝之ってパッチリファイじゃなかったっけ？で、俺、弥生系の顔じゃん。山田孝之って思いっきり縄文系の顔だけどね。小さい頃歌舞伎町は京都にあると思ってた。で、いくつの時によるよな、それが。いくつの時の話よ。漫画の牛島くんを可愛くした感じ。え？俺、牛島くんあんま好きじゃないからね、嬉しくねえんだよな。1話見てね、あ、これは人を不幸にする漫画だと思ってやめちゃったんだよ、見るの。これはダメだなと思ってさ。あんまり好きに、なれなかった。いつもとアングル、なんかね、正面からの方がいいっていう風にリスナーさんからすごい言われたから、いつもね、横から撮ってるんだけど、今日はね、正面から撮るようにしてるね。ね、暗い気分になるぞ、闇金牛島くんって。なんか悲しい話ばっかりだからさ、俺あんまり人を不幸にするような話題好きじゃないんですよ。だから、やめましたね、僕は。やめました。アングルこっちの方がいいんじゃないの？
雑音聞こえる？なんだ？なんだなんだ？なんか騒がしいの。また？警察？なんだ？警察？なんだなんだ？なんだ？何騒いでんの？ん？コラボの人、今来てないよ。ハニヤハラミタってリアド着きたら怖いよね。氷菓子。映画の大島優子目当てで見たけど、氷菓子がバレた。コラボの人来た。なんかね、変なお経を唱えてるおじさんは来たね。ハニヤハラミタっつって。じゃがいも王子にブロックされました。今夜が山田さん、残念ですね。今夜が山田さん。素晴らしい信仰心。じゃがいも王子が泊まりに来た。じゃがいも王子ってどこに住んでんの？じゃがいも王子ってどこに住んでんの？今、車中してるんでしょ？車で車上生活してるんでしょ？誰か住んでる場所知ってる？都内とかさ。今、兵庫さんだ。すげえな。じゃがいもなら今晩食べました。よし。じゃあ、歌舞伎町行くか。今から歌舞伎町行きまーす。ちょっと着替えてくるね。ちょっと着替えまーす。歌舞伎町向かいます。
歌舞伎町行こうかなと思ってるね。歌舞伎町、いや、キャバクラは俺酒飲まないから。とつまっちゃしないけど。もう刺さらないです。ベルトはね、これ、ノータからのプレゼント、バレンタインの。最近のんたんっていうか1週間会ってないかな。川好きだね。寒いよね、今日ね。ワドフさんとコラボするな。いや別にしたくなかったらしなくていいじゃん。ゃあ、拡張いきますか、皆さん。拡張いきますか。そっと配信。久々だな、ソト配信。ト ト配信久々だよね。行きましょう。じゃあみんなお疲れ、ソト配信行きまーす。おっつー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。